はい、今日は高岡市大野にありますお花さんに行ってきました。酒ダイニングお花ですね。はい、休みの日が書いてありますね、メニューにね。はい、今日も軌道線上行きましょう。お酒は二十歳を過ぎてからでございます。はい、今日もグラス小さくてよかったね。ああ言ってますね。はい、黒ラベルでございますね。え、一気飲みで今日も目が涙目になっておりますが、ね、さあなくなっちゃったからついどくよ。すぐね減っちゃうんだよね、一気飲みすると。さあ本日のメニュー見てみましょうね。お刺身もありますね。おしゃれなね、作りとは相まってというかね、結構普通の居酒屋さんっぽいメニューがございますよね。ガーリックシュリンプうまそう。はい、本日鮮魚のなめろう来ました。なめろう大好きです。たたきやなめろうが大好きでございますね。え、トン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 叩いてる音がしましたね。そう、味ついてるのに醤油つけますよね。塩分野郎の僕はね、ちょっともう一味つけたいんですよね。美味しいなめろうでしたねこれはね。はい、生ハム原木切り落としでございます。うまそう。はい、ペローンと持ってるぞ、ペローンと。もぐもぐ、美味しい言ってますね。そりゃうまいよね、原木切り落としはね。そう、そうなんだよね、原木食べるとパックのやつが食べれなくなるんだよね。そんなこともないか。はい、生に戻しました。生はプレモルでございますね。え、プレモルの生ね、一時バッと広がりましたけどね、最近また見なくなったんで、プレモルの生に出会うと嬉しい計算でございます。うまいねプレモル。はい、牛タン炭火炙り焼きです。うまかった。はい、若鶏たった揚げおろしポン酢、唐揚げだな。唐揚げでも唐揚げって言ってる店もあるしね。タンうまそうだね。タンってうまいよね、本当に。お、あ、名前わからなくなったな。メニュー見て、これ何やったっけって部位確認してるんでしょうね。レモンかけ、珍しい、レモンかけてますね。さあ食べよう。レモンかけて岩塩つけて、それはうまいよね。唐揚げ食べないの？もうタンばっか食べるね。あ、刻みネギ発見ですね。まあそれもつきもんですよね、タンにはつきもの。見せびらかせてるね。はい、やっとたった揚げか。 おろしポン酢だな、それが。ブルブルやってるね。熱っ熱かったんだね、久しぶりに。はい、お、コロナ、コロナに打ち勝つためにコロナを飲みますね。コロナいいですね。コロナビール好きですよ。もう見た目も爽やかだね。爽快な感じがするよコロナは。これライムだと文句ないんだけどね。まあしょうがない。はい、チヂミ来たよ。お好み焼きとかチヂミで飲むのも大好きな計算でございます。そう、このチヂミのタレ美味しいよね。このね、あの醤油系で食べる、ネギのお好み焼きとかね、そう、ネギ、まあ、いわゆるネギ焼きか、そ
そういうのも好きですね。ソースのやつも好きですけど、僕はこの醤油系で食べるお好み焼きも大好きでございます。うまい、実にうまい、しかしメニューのねバリエーションが多いですよね、この店ね。今回ですねメニューは全部取りませんでした。ものすごいメニュー多い店なんで、それはまたねお店行って確かめてみてください。はい、チーズ盛り合わせとちゃんじゃが来ました。ちゃんじゃも好きですね僕は。最近このチーズ盛り合わせよく取るよね。お、ちゃんじゃだ、うまいよね。よくタラの胃袋はねこうやったらうまいっていうことに気づいたよね、作った人は。うまいよね。お、チーズいくぞ。やっぱりブルーチーズは敬遠されてるのかな、あまり見ないよね。リスパーリー、リスパーリー、はい、一番搾りの瓶に戻しましたね。今日全部ビールですね。ビールの種類がやっぱ多い、酒ダイニングだけあってね多いですね。はい、酒ダイニングお花さんでした。はい、今日はね息子のおすすめで来ましたが、いやおしゃれなお店でね、でメニューがねお酒も食べ物もすんごい多いんでね、ちょっとメニュー取らんかったです、ね。そのメニューの多さはあの来て見てみてください。はい、それではまたね次のことかな。はい、また。あ、どうも。はい、じゃあまた。よいしょ。大工さんまたと。はい、よいしょ。あれ？はい、すいません。よいしょ。よいしょ。はい、すいません。よいしょ。なんか止めづらい駐車場でしょ。止めづらいとこに出たんやね。うまいこと止めはったな、思って。いや、よくな、車止まっとらへん。なんか1台だけおったんですよ。1台だけおって。もしくは後ろの駐車場に行こう。